僕のね、私物をアクセサリーから洋服までこれを買えば絶対失敗しないっていうやつを紹介しますんで、ヴィンテージの騎兵型のシルバーのチェーンなんですけれども、 CPCP のカルティエのプラチナのタンクアメリカンかな、パテックヒープ のカラトラブ96と一緒につけてたりするんですね。メタルブレスの時にはこのブラックのキーケース使ってるんですけど、フルチャイの T シャツとか結構着てたんですけれども、それを正直凌駕するぐらいすごい着心地なんですね、この T シャツ。はい、こんにちは、しんどです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はもう僕のね、私物をたっぷり持ってきました。アクセサリーから洋服まで結構自分で着てるやつで、改めて今から秋冬も着るやろうということも含めて、これを買えば絶対失敗しないっていうやつを紹介しますんで、最後までご覧いただければと思います。アクセサリーはちょこちょこ持ってまして、これはヴィンテージの騎兵型のシルバーのチェーンなんですけれども、中が中空とかになってるやつじゃなくて結構太めのやつなんですけれども、すごくデザインがシンプルですごく気に入ってつけてます。まあ、これなんかメキシコかどっかのヴィンテージのやつらしいんですけれども、なんか僕もその辺のところよく分かってないんですけれども、とにかく形がシンプルで存在感があるんでこちらの方つけてます。もう一個はよくつけてるやつだと、これは今もオンラインストアで販売してるんですけど、うちの定番でザ・ソウルのクロコダイルのブレスなんですが、これレザーストラップで、これ実はカットしたやつを僕2本組み合わせてつけてまして、まあ春もよくするんですけども、実際に革っていうことも考えると秋口にかけてしていく方が僕はいいなと思ってて、数少ない時計と僕が自分で合わせてしてもいいなと思うブレスがレザーのブレスなんですね。なんで時計とそのレザーのブレスを合わせてやるかっていうと、金属製のブレスレットと時計を一緒につけると、時計のケースとかブレスレットに金属部分が当たって傷つくのが僕すごい嫌なんですよ。だからこういうのつけてるし、あともう一つはですね、重ね付けするののベースにっていうので、これジョージジェンセンっていううちの父にもらったチェーンなんですけども、それをいつもつけてます。もうこのチェーンに関しては肌身離さずつけてます。酔っ払った時もつけてますね、これに関して。寝る時もつけてます。適度に石鹸で洗ってるからいつも綺麗になってるという状態です。前も紹介したんですけれども、これも相変わらず使ってるんです。これエルメスの何ちゅう名前のブレスレットか忘れましたけども、視聴者の人の方が僕より全然詳しくて、これは昔ドイツで空港かなんかで聞いたら奥から出してもらったエルメスのこのブレスレット、元々のさっきの騎兵のやつよりは少しハードなイメージなんですけれども、これもデザインシンプルなんですごくつけてます。これと組み合わせてつけてるのがですね、なんとなく自分の雰囲気で好きなんですけど、このブレスとこれいつもつけてるんですけど、 CPCP のカルティエのプラチナのタンクアメリカンかな、これにいつもながらのザ・ソウルのナトーをつけて、さらにこれはちょっと加工して D バックルつけてます。もうこれはですね、多分どこもやってくれないと思うんで、自分でやらないと仕方がないとは思うんですが、こういうこともできます。僕は結構この組み合わせでつけるのが好きで、この角型の時計っていうのはすごくエレガントな雰囲気もあるんですけれども、このナトーをつけることで力強い雰囲気にもなるんで、こういうカスタムっていうのは僕は結構おすすめしてますね。他で言うとですね、まあ、結構あるんですけども、例えば西口さんと一緒に作ったザ・ソウルのロシアンカーフのナトーなんですけど、パテックヒープ のカラトラブ96と一緒につけてたりするんですね。これも自分でずっとヘビーローテーションしてます。まだまだシーズン秋冬に行くって言ったとしても、9月10月まだまだ暑いと思います。ドレスウォッチで防水性低いやつをつけようと思うと、ナトーストラップっていうのは理にかなってて、これ浮いてくれるから汗から守ってくれるっていう機能もあるんで、僕は比較的10月ぐらいまではこのナトーのバージョン使ってます。これ以外にですね、まあ、今年の自分の買い物の宣言しといたろうっていうのは、これ黒のクロコのキーケースずっと使ってるんですけど、黒の革ベルトの時計とか今してるみたいな、こういうメタルブレスの時にはこのブラックのキーケース使ってるんですけど、こういったブラウン系のものを使う時にちょっとだけ合わしたいっていうところでいくと、ブラウン系のものがいいなと思ってるんで、ヴィンテージクロコダイルを使ったこのザ・ソウルのキーケースに鍵を付け替えようと思っています。これはもう今年の買い物宣言。さっきは自分の私物で、この黒はもう今もう僕自分で使ってるやつ、今ちょっとこれ新品出してますけどね、これをちょっとつけて靴とか時計とかに合わせて使っていこうかなというような、そういうアイテムです。だからこの辺のアイテムに関しては1年中ずっと使ってますし、かなりいろいろなスタイルにマッチングするので自分としてはすごく満足してる。で、今年自分で買ってずっと着てて
めっちゃ満足してるのがこれ、ノミヤモの白のコットンのウォーターダイヤモンドフィニッシュっていうやつの T シャツなんですけども、これ自分ところで作ってよう売れてたっていうのもあったんですけれども、自分で実はそこまで着用してなかったんですけど、このところこれを着用する機会が多くて、自社で取り扱ってる製品ですけれども本気でビビりました。やっぱ肌触りむちゃくちゃ良くて、クルチャイの T シャツとか結構着てたんですけれども、それを正直凌駕するぐらいすごい着心地なんですね。この T シャツ表面をダイヤモンドのブラシみたいなやつで削って超微起毛して作ってる綿100の T シャツなんですけれども、ベースのコットンはスーピマなんですけれども、まあ今年俺が買わんかった、俺がアホやったと、今までそんだけ着んかった俺がアホやったと思うぐらい、俺買わへん人アホですよって僕言えるぐらいめちゃ気に入ってます。今からの季節、例えばこういうもんと、例えば理解のライダーですね、もうすでに洗ってだいぶ色も落ちて、これ洗いたてで、このところ暑いから着てなかったんですけど、これを今年の秋冬もヘビーロテで着ようと思ってて、これの中に例えばこの T シャツ着るとか、秋の段階でも半袖の T シャツって実はすごい役立つんですよね。半袖は秋にやらないっていうお店もたくさんあるのももちろん私知っての上の話なんですけれども、秋口にこういうデニムブルゾンとか、今私着てるこれシルクカシミヤのジャケットなんですけど、こういうものを着る中に T シャツ着るとか、いろいろ使い勝手あると思うんですよ。じゃあ秋になったら全部長袖になるんかじゃなくて、実際に秋口と言われる8月過ぎて9月の後半ぐらいまで全然こんな T シャツ着ると思いますし、それの上にジャケット羽織るとかっていうスタイルもあると思います。だからそういうスタイリングには絶対 T シャツが欠かせない。さらにこれ冬まで行くとですね、このずっと着てるエコカシミア 100% のノミヤモのニットです。残念ながら今シーズン若干値上げすることになりました。来年どうしても値上げせざるを得ないので、もし早めにお買い求めになれるんであればいいお買い物ができるんじゃないかなというぐらいむっちゃくちゃに気に入ってるセーターで、確かにあの去年の僕のインスタの投稿を見ていただいたら分かるんですけども、めちゃくちゃ着てます。でさらに夜寝る前寒い時に T シャツの上に羽織るとかっていうような感じで着てるので、むちゃくちゃ重宝する秋冬アイテムで、こういうののインナーに何を着るかって言った時に、せっかくのカシミヤやから肌触りのいいニットとかを着るとすごく着心地が損なわれずに、さらにカシミヤの良さが感じられるので、こういう半袖の T シャツのいいものは着られたらいいんじゃないかなと。で日本のカットソーを作る環境っていうのは僕が知っている範囲では少なくともイタリアよりは僕は上手だと思ってますし、発展してると思ってます。でなかなか高級感のある素材がなかったんですけれども、こういうものを作ってるので実際はすごくこれが使えるんじゃないかなという、そういう T シャツです。この T シャツつながりでもう一つ、今シーズンもうすでに動画出しましたけれども、これノミヤモの新しい33ゲージのウールのニットなんですけれども、今年はこれの色をグレーとネイビーがあるんですけれども、黒とグレーとネイビーで僕黒着てるから、自分ところに足すのはグレーをちょっと一色足そうかなと、もしかしたらネイビー足そうかなというような感じになるんですけれども、このニットの上にさっきの T シャツ着てもらって着ると、例えば1枚でも着れますし、その上に今着てるようなジャケット着ていただくでもいいですし、先ご紹介したようなデニムジャケット着ていただくでもいいですし、段階を踏んでシーズンを長く使える T シャツにしてもニットにしても、結局そういう計画があって使っていけば洋服がむやみに増えることなくて大事にずっと着れるっていうようなことができると思うんですよ。でまあじゃあこういうのがあるからあとどういうのができんねんとかっていうことになった時に、去年ずっと自分で試しで着てたザ・ソウルのカシミヤシーアイランドコットンのスウェットのサンプルなんですけど、正直あまり着心地いいんで寝る時も着ました。いや寝る時にっていう方いらっしゃるかもしれないですけど、人生の大半は人間眠ってますから、眠ってる時に僕はいいものを着るっていうのもいいと思いますし、家でくつろく時間にこういう極上のものを着てもいいと思います。さらに僕はこれは外出にも着てます。今日着てるようなジャケットの下にも着ることありますし、スウェットでこれまあ僕じゃやってる9万3000とかって言ってるんですけど、まあ9万3000高いやろと思うんですけど、じゃあ10万のジャケットを買って3回ぐらいしか着いひんものを高いと思わんと、9万のセットを買って20回30回40回着るものをどっちの方が実際にバリュー感じられんねんって言ったら、僕は少なくともたくさん着れるカシミヤシーアイランドのこのスウェットの方が僕はバリューあると思ってるから、まあこれ人それぞれの考え方なんですけれども、自分がなんでいいと思ってるかっていうこともいろいろ考えて、じゃあ結果よく使ったねって言われる方が僕は同じ出費をするに関してもすごく理にかなってると思うし、腹落ちするんで、まあこういったものを買われたらいいんじゃないかなって。このスウェットの下にもさっきの WDF の T シャツなんかは着てもいいんじゃないかな、これ外にも
も着れるし中にも着れるし超活躍する優れもんということで、今年の僕の買い物はここのスウェットにあと白と紺もあるんですけど、まあ、白か紺かちょっとどっち足すか決めてるんですけど、こういったところを足していくとか、この超使い勝手のいいクロコダイル製のスマートキーケース、車のキー使う人とかにはすごい使えるアイテムだと思うんで、まあ、この辺のところを進めると。で、まあ、こういうアイテムをいろいろ昔からの私物とかと合わせていくことでコーディネートがすごく発展していただくいくと思うので、まあ、こういう考え方に基づいて僕は洋服買われたらいいんじゃないかなというふうに思っております。私物また今後もガンガン紹介していきたいと思ってますんで、ぜひですね今後も見ていただければと思います。新しい商品またいろいろ開発しておりますのでよろしくお願いします。私オンラインサロンやってます。オンラインサロン入っていただいた方は買い物の時に 10% 引くことになります。開封は決して安いとは思いませんが、ジャケットとか革ジャンとか買うとかシーズンでなんかいくら以上買うとかってなったら入った方が得です。まあぶっちゃけの話10万買うたら得しますんで、ご興味ある方はそちらのオンラインサロンの方を見ていただければと思います。皆さんご視聴ありがとうございました。登録と高評価ぜひよろしくお願いします。ありがとうございました。